この動画もなんともう第4回になりますね。おお、シェロさん、ちょ見てくださいよ、このギミックダガーとチョッパーナイフ。はい、いい出来でしょ。チョッパーナイフなんてもうこれで何でも料理できちゃうんですよね。はあ、レア武器ですか。強化の餌くらいにしかなりませんけど、役に立たないですけど大事に取ってるんですね。やばい、ガチでショックなんすけど。あなたを切り刻むのにちょうど良さそうなダガーとナイフですね。あれ、この声マジでヤババ・バハムートじゃね。はい、というわけで今回の生徒方はこちらの方です。はい、ロマン役の白石実です。そして、はい、今回から生徒として加わらせていただくことになりました、ビーラリーレ役の今井あさみです。よろしくお願いします。お願いします。いらっしゃい。すごいね。どうしたの。初期から勉強できるなんて想像する。ミンゴスのこのグラブル力というか、うん、プレイ環境はどんな感じですか。とりあえず今、毎日島を巡ってる。島わかりやすい、非常にわかりやすいね、大事ね。で、いや、ようやくこうティアマトさんとかはもうすぐに一人で倒せるようになって、うん、ティアマトさんのマグナさんがついたやつ、はい、がちょっと一人じゃ苦しいな、だけど誰か助けてくれるかな、なんとかいけたっていう今感じ。おマグナさんも多分倒せてる段階で、うん、多分僕ら上だと思います。そんなことない。僕にマグナさんまだ一人では惜しいなっていうみたいな、あ、まだ手つけらんないみたいな感じ。結構強いですからね。そうそう、これを実はリアルにエミリ先生から教えてもらって、はい、そうなんです。今その教えをひたすら守っている数ヶ月間、もうすでにこう弟子として、はい、そうなんです。私お教えしております。先生ちょっと。そうなんですよ、まあ、そんな感じで皆様にもぜひぜひたくさん授業をしていきたいと思います、はい、第4回のテーマはこちらです。強化上限解放、はい、うん、じゃあちょっと白石さんにもここですでに端末をちょっと、はい、いじっていただきたいんですけれども、はい、お、ここでロンゴインさんいますね。ロンゴインさんいますね、はい、はい、ちょっとだけレベルが上がっております。本当だ、レベル19、はい、はい、中途半端な中途半端な、はい、中途半端なんですけども、はい、でこのロンゴインのレベルの上げ方を皆様にお教えしたいと思います、うん、編成に組み込んで一緒にバトルをしてレベルを上げるのもいいんですけれども、はい、実は他にもレベルを上げる方法があります、うん、あったっけ。あるんですよ。なんていい生徒さんたちなんだ。ではですね、そのローワインをタッチしていただきまして、はい、はい、下の方に画面を送っていきますと、はい、送ってください。はい、はいはい、ここです。強化する出てきました、はいはい、ではここの強化するを選んでください。はい、強化する。はい、するとですね、今この画面がキャラクターの評価画面となっております、はい、でここでですね、あ、なんてちょうどいい。ここにですね、チョッパーナイフというものがあります。これを1個選択していただき決定を押していただきたいと思います。決定を押しますか。いいですか、はい、決定をしました。すると、はい、はい、強化を押してください。強化します、はい、よ、強化してもよろしいですか。はい、通常レア武器はキャラクターの評価にはなかなか使いません。大成功、大成功、大成功。まあ、こんな風にして戦闘以外でも、うん、武器を素材にしてレベルを上げることもできますよ。なるほど、はい、じゃあすぐに戦闘に加えたいような場合はもうこう入れちゃった方がいいかもしれない。そうか、その弱い状態で参加させるよりも、うん、まあ、武器を使ってちょっとまあもったいないところもあるかもしれないけど、うん、レベル上げた方がいいと。はい、まあ、これねマックスですね、これでね、はい、でもまだまだ実は
ローアイさん上目指せます。おどうかな、なんでやねん、なんでキャラの否定を始めるの。ちょっとローアイさんとビーラさんが仲悪いもんね。そうだね、あのこの二人仲悪いのがだんだんあのやっていけば伝わっていくってことなんですよ、はい、キャラクターの、ね、関係も見えてきます ね。えどうやってあげるんでしたっけ。そうなんですよ、実はですね、うん、お子の名前の横に星がありますね、うん、はい、見ますね、はい、この星はですね上限解放をされると色がついていくんです。おうおう、はい、ね、この星を光らせていくことを上限解放と言います、うん、でこの上限解放を1個上げていくことにレベルの上限も上がっていく。なるほど、なるほど、はい、まあ、キャラクターの上限解放をするには、まあ、いくつかのトレジャーと言われるアイテムが必要となってきます、うん、あの通常の武器アイテムとは、うん、あの別のアイテムですね、はい、別の素材になりますね、うん、まあ、こちらのトレジャーと言われるものはですね、曜日ごとのクエストだったり、うん、エンジェルヘイローというクエストに行くと出てくる素材です。そうだったんだ。そうなのよ、気づいてなかった、ね、意外とエンジェルヘイローってあー、うん、の後半になってくると触らないことあると意外と大事だったりする時あるね。そうなんです、うん、じゃあ実際にそのエクストラクエストと言われるところに見てみましょうか、うん、はい、はい、ではクエスト行ってみましょう。クエスト、はい、いくつか、はい、スッと出ました、ここです。おエクストラというボタンがあります、はい、はい、押してみます。ここを押していただきますよ。はい、出ました。はい、スルト出ました。これらが上限解放に必要となってくる素材を落とすクエストになってます。これはトレジャーが取れるわけですね。はい、トレジャーですね、はい、そして先ほど出ましたエンジェル武器と言われるものが落ちるエンジェルヒーローのクエストがこちらになっております。このアイテムを使えばまあレベル上げがこう楽になるということですね、はい、はい、でこれらはですね曜日クエストと言われまして、月曜日からまあ金曜日平日毎週こう違うクエストが違う素材が取れるようになっていますので、ちなみに月曜日だけはなんと全種類いけるようになるんです。だから、はい、だからわっていっぱいあるんだ。そうです、月曜日だけお得なんですよ。なんでだろうって思ってた。ここでローアインさんの上限解放をしてみたいと。それが大事でしたからね。はい、してみましょう。じゃあ遠征からローアインさんのところまで戻りました。そして先ほど一番最初と同じように強化する上限解放、はい、上限解放する、はい、こちらになりますね。はい、はい、あ、これらの素材が必要です。なるほど、たまってる、はい、たまたま今、うん、素材を取っております。すごい偶然ですね。偶然、まさにこの番組のために用意したかのように偶然に素材が揃ってますけれども、偶然で素材が揃ってます、はい、そしてこの素材とともにあのルピというゲーム内の通貨も必要になってきますので、はい、こちらもちゃんと確認してください、はい、ではじゃあ素材揃っているの上限解放してみましょう。はい、上限解放しゅーす、しちゃうよっ、上がっちゃった、上がった、上がった、もう一個いってみましょうか。最大が、いけますか。いいよ、いってみよう。続けて上限解放する、うん、はい、お、ある、ある、すごい、ね、じゃあいきますか。はい、じゃあ上限解放しちゃって、お、盛り上げていきましょう。友達増えた、友達増えましたね。はい、上限解放、これは伝説の騎馬戦ですね。そうなんですよ。今ローアイン2段階上限解放されたら、こうやって絵柄も変わって、はい、で戦闘の時にここにみんな並ぶじゃないですか、はい、キャラクターがその絵柄も変わると。なるほど、はい、まあ、こちらはですね、あの今みたいに絵柄が変わるのはレアキャラなら2回上限解放、 S レアなら3回、そして SS レアも3回上限解放すると絵柄が変わると、うん、はい、というわけで次はですね、うん、武器の強化と上限解放を、教えていきたいと思います、はい、ではじゃあちょっと強化画面に行っていきます、はい、行っていただいて、このギミックダガーを強化してみましょう、はい、ギミックダガー、はい、オン、はい、はい、で実はですねこのギミックダガーはもちろんナイフなんですけれども、うん、そうですね、このナイフと同じ種類を強化に素材として使いますと、うん、経験値が 1.5 倍もらえるんです。あ、そんなに、はい、そんな違う。なのでなるべく武器種を揃えて強化してあげた方が、うん、経験値がお得にもらえるってことなんですね。使っても構わないけど、うん、ってことですよね。そうです、ちょっとじゃあ試してみます。はい、ぜひぜひ。エンジェルソード1個使うと、うん、をいくつ、まずね経験値100ですね、100もらえます、はい、100もらえます、はい、ですが、じゃあエンジェルソードではなく、うん、多分これですよね、エンジェルダガーですね。はい、そうですね、エンジェルダガーを決定してみましょう。あ、ほんとだ、50、
明確に50ついてきましたね、これ。そうなんです。なのでなるべく同じ武器種を合わせて強化していくとお得ですよっていうことですね。とはいえ、まあこれ一個一個選択しても、まあ、めんどくさいじゃん。分かりやすいやつならいいんだけど ね、うん、そうそう、確かにね。何を素材としていいか、うん、これは素材として使っちゃもったいないものなのかとか、ちょっと分からなくなっちゃうじゃないですか、うん、そんな時におすすめなのが、まさにおすすめ選択というものがあります。こちらはですね、はい、自動的に、まあ、マックス20個まで武器の強化として1回で取り込んでくれるんですけど、うん、1回でポロンポチするだけで20個一気に選んでくれます。便利な世の中になったもんだ、はい、ただそのままでは、うん、その大切な武器まで一緒に選んでしまうんですね。はい、ランダムに選ばれてしまいます。そんな時に便利なのがこちらの設定です。設定、はい、こちらの設定を選択しますと、はい、出ました。この一番上のタブを今これノーマルのみ、まあここをノーマル、まあ、レア以下選択ですね。はい、いろいろ選べるようになっております。でなるべく、まあ、そんなに影響のない武器を選ぶためには、だいたいレア以下を選択にしてください。レア以下ですね、はい、はい。でさらにでここのね、いろいろといろんなのがありますけれども、スキルなしのみ、はい、はい、でボーナスなしのみ、ボーナスなしのみ、はい、まあ、レベル1は外しても、はず、まあ、あった方がいいか、なるほど、はい。でこの3つ、これいくつでも選択できるんですけど、うん、この3つを選択して決定を押すと、はい、なんと、お、あ、本当だ、はい、全然素材として使っても問題ないよっていうような武器だけを選択してくれます。素晴らしい。そうなんです。でこれで強化をすると、はい、押してみてもいいですか。はい、押しました。はい、いっぱいレベルが上がっております。すごい、素晴らしい、はい。まあ、これがちょっともういいかなって思った時は、画面を一回タップしていただければ一気に終わりますんで。ああ、終わりました。終わった、はい、はい、になる。そうなんですよ、ね、一気に素材も入れて一気に武器も強くなると、はい、はい。さて、じゃあ武器の強化が分かったところで、うん、こちらの武器の上限解放もしていきたいと思います。はい、まあ、武器の上限解放に必要なものはキャラと違って特別なトレジャーなどがいりません。いらない、うん、ただ必要なのは同じ武器です。お、はい、ではですね、今回はファイアソードというものを選んでみましょう。これ、はい、これですね。ファイアソード、はい、はい、ファイアソードありました。あ、強化になった。ごめんなさい、そうですね、上限解放、上限解放を今くるんです、右側の、はい、失礼しました。上のタブでできるんですね。はい、強化と上限解放、はい、改めてファイアソードを押します。はい、お、はい、出てきました。これ同じ武器だからこそここに素材として表示される。なるほど、持ってる武器の中で同じ武器はこれですよっていうのが出てくるんですね。そうです。これでもし同じ武器を持ってなかったらここに何にも表示されません。なるほど、はい、ではじゃあ実際これを選択して上限解放してみましょう。はい、ブリック、はい、お、この組み合わせで上限解放しますか、うんうん、はい、上限解放します。さよう、はい、ナックスレベルアップということで最大レベル20か30に変わりました。うん、これもキャラクターと同じように星がついております、うんうん、はい、この星にも上限解放この3つ分ありますので、まあファイアソードを星3つつけたいなと思ったらこれ武器が4つ必要、うん、ベースの武器そして上限解放 1,2,3、うん、合計4つ武器が必要となりますね、うん、なるほど、はい。まあ、続いて召喚石の強化と上限解放なんですけれども、はい、これもぶっちゃけ、まあ、武器と一緒です。なるほど、やり方は。なるほど、はい。召喚石に、まあ、召喚石合成して強化もできますし、うん、まあ、もちろん上限解放にも同じ、うん、同じ召喚石が必要となります。はい、はい、でただし、ただしここがちょっと武器と違うところなんですけど、うん、召喚石を星を最大まで上限解放させると、うんうん、なんとなる召喚の加護の効果がアップします。え、あ、なんかやりましたよね、うん、それぞれにその装備が、はい、確かに、うん、手伝ってくれる人の方が強いなって思う時ある、うん、そうなんです。持ってても俺ね、そう 30% の効果しかないけど向こうの人は 50% の効果があるんだよね。そう、そうなんです。実際この端末でも上限解放されているものがありますのでちょっと見てみましょうか。はい、
はい、あ、いましたね。いました。すごい。まずノーマルの召喚石見ていきましょう。はい、はい、ノーマルのアナトさんです。はい、こちらのアナトのカゴは風属性攻撃力 50% アップ、これが通常状態ですね。ではじゃあ画面戻っていただきまして、はい、星3つついている同じ召喚石を見てみましょう。はい、押します。はい、はい、どうぞ。はい、見てください。風属性攻撃力 80% アップ。助かる。オレンジ色にもなって分かりやすい。そうなんですよ。レベル一緒ですもんね。一緒です。もうでもこれはかなり大きいんですよね。はい、というわけでいろいろと盛りだくさんになってしまいましたけれども、お二人ともいかがでしたか？いや、今回は随分とためになりましたけれども、あさみちゃんどうでした？いや、私本当に、ね、武器の管理が下手くそで最初つまずいてしまったところがあったので、今日のやっぱりおすすめっていうのをうまく活用できたら、はいはい、もう少し自分のうまくできないイライラっていうのが解消されるかなっていうのはすごく思いました。こう間違えていいやつも一緒に消しちゃったみたいな、あーっていうのね。そうなんですよね。こういうおすすめ機能を使って、ぜひぜひ皆様強化をして、はい、武器を無駄にしないようにしていきましょう。はい、はい、はい。では最後はこちらの格言を言って終わりにしたいと思います。はい、今日からしますおすすめ選択で楽々強化。はい。今日からしますおすすめ選択で楽々強化。ギャグですか？いや、今のはもうシャロさんの、バッチリのギャグです。強化。そう、強化。というわけで、今日の授業はこれまで。今後ともごひいきに。バイバーイ。またしくよろー。